皆さんこんここにちは日本をかっこよく結び大学でございます今回も NHK の大河ドラマであります「鎌倉殿の13人」にちないましてこの登場人物の中で重要な働きをいたします木曽義仲と巴御前についてお話をしていこうというふうに思います。 木曽吉中についてをまずお話をしていかなくちゃいけないんですけれども実はですね木曽吉中って言いますとこちらねもともと名前が源の吉中ですでなぜか木曽吉中と呼ばれてるというこの理由なんですけれども実は吉中の本拠としているところが信濃の国の安住郡のあたり漫画で有名な安住ってありましたよね 小山優の漫画で僕はあの前回表であれ大好きなんですけども、まあ、全く関係ありませんがそのまあ安住ちゃんとは多分関係がないかと思いますが関係あるのかも分かりませんが安住軍のあたりにこのあたりをまあ中心の本拠としていたということで木曽義仲というふうに呼ばれるようになったということであります。ちなみにですねこの源義仲のお父さんが源の義方ですかねこのおじいちゃんというのが源の為吉。 ためよしのおじいちゃんというのが八幡太郎義家になりますだからまさに源氏の着流ということになりますねこのためよしのせがれが源の義朝義朝のせがれが源の頼朝になりますまあ、お父ちゃんあるいは義仲はいずれも源のためよしの関係で頼朝とは親戚関係ということにもなってくるということであろうかと思いますで、実はこのためよしがこれはあ,のあまり中央の争いとは関係なくですね、関東の方の 豪族たちを手広く自分の味方につけるために、こう移動していくんですね。都からこうずっと関東の方へ向かっていくんです。この時に埼玉県の秩父のあたりを仕切っておりました。豪族秩父重隆と言います。大変な大きな勢力を持っていたんですけれども、この秩父の親分さんの娘さん。これ、名前があまりよく分かっていないと言われているんですが、一応ですね、続説によりますと。 小枝御前と呼ばれていたんだそうなんですがこの小枝御前と結ばれれままして生持仁王が平家追討ということで兵を挙げようということになった時にまさにこの持仁王に呼ういたしまして呼びかけに応じまして源氏の直系としてこの源の義仲が兵を挙げて持仁王の味方をしようとする。 ところが持ち人の乱というのは割と簡単に終わらせてしまわれると思っていたものが持ち人だけだったらば大したことはないと思われていたものが義仲が挙兵することによってこの義仲が大軍を率いて中央に向かってくる基礎から長野県の安曇野の,のねあの辺り一帯から都に向かって進軍してくるんですけどもこれがとにかく強い強いめちゃめちゃ強いわけですまさに破竹の快進撃を続けましてそしてついにですね 今日の都にまで吉永が入ってくるんです起草吉永が都に入ってくるそして朝廷から朝日将軍という名前をもらいます正義大将軍ではないんです朝日将軍で非常にこう残念なのはどうも我が国で朝日って名前がつくとあまりよろしくないみたいでしてこの時に源の吉永勝利勝利の連続で平家の軍隊と戦いながらね勝利勝利の連続で都まで入ってきたんです 兵器を追悼しなくちゃいけない追い落とさなくちゃいけない中央の声掛けに応じて入ってきたんですこれ自体立派な行為なんですよ立派な行為ではあったんですが大変残念なことにちょうど吉仲が京の都に入った頃というのが大変な凶作で京の都の食糧事情が極端に悪くなっていた 吉高は大軍を率いていますから当然部下にたくさんの兵隊さんがいる京の都に入ってきた兵隊さんたちこの兵隊さんたちにおまんまを食わせなきゃいかんわけです兵隊さんんだってお腹すくんですくでで当たり前ですけれども京の都の人口すらも養うことができないぐらい極端に食糧事情が悪化しているところに万の単位の吉高の軍勢が入ってきちゃったからあれはこれは大変だってことになる。人飯が

まあ分かりやすく説明してるわけですけども食事注文するじゃないですかそうすると亭主が出てきまして、まああの「申し訳ございません今メニューに書いてあるものほとんど食事ができないんでございます」何「何飯が出ないってどういうことだ <laughs> じゃあできるものはなんだもう腹が減ったんだで,できるもんなんだ?ーん」「うんできるものがございませんお茶ぐらいでしたらばお前ふざけんなこの野郎」ってことになるわけですよ。で 結局、今日の都の中で中には悪い奴もいて、ある程度お米を蓄えているような豪商のところに行って、そこからお米を盗んできちゃうっていうふうなことも起こるわけです。お腹空いてますから、食うもんないわけですから。そうすると、都の人たちが何というかっていうと、基礎の田舎者が今日の都に入ってきて、結局あいつら俺たちから略奪することしかしやしねこういう話になっちゃうわけです。で、結局、 京の都から吉中追われることになっちゃうんですよね朝廷の呼びかけに応じて挙兵して勝利勝利の連続で入ってきたけれどもたまたまその時の京の都の食糧事情が悪かったかために悪人扱いされちゃうわけですそして京の都から落ちることになりますこの時討伐軍がね吉中を追っかけてくるわけです吉永にしてみればいや俺は食い物盗んでねえよ といいうことかももしれないけれなけどもでも部下のの責責任任は大将の責任なんです部下が今日の都の人たちに迷惑をかけたということであればそれの責任は取らなくちゃいけないただそれは分かるけれども分かるけれどもでもだからといって追われてただ逃げ回るというわけにはいかないというふうにはなっていくんですが結局ねいろいろありましてね吉中はずっと追っ手に追われ続けることになる。兵隊さんたちも 本来であるならば将軍がちゃんと兵隊さんたちに飯食わせなくちゃいけないんだけれども飯がとにかく手に入らないみんなそうそうどうなるかというといやあ義仲様についてきたのはね本当に義仲様のことは尊敬してるけども背に腹は変えられ腹減ったいや申し訳ないけど俺田舎に帰らせてもらいますわということでみんな一人去り二人去り兵隊さんたちどん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 去っていくわけです。振り返っっててみますとともははや残っているのは義中と 義仲にいつも一緒に連れ添ってきたとも御前そしてあとは七八鬼の妻者しかいなかったこの時に一緒についていたとも御前なんですけれどもとも御前という女性これについて平家物語は次のように描写をしていますともは色白く髪長く容姿まことに優れたり供給精兵一人 一当選のつわものなり強者と書いてます大変な美人で色白で髪の毛もとっても美しい長い髪の毛をしていてもう本当に超美人とびっきりの美人でありながら同時にめちゃめちちゃゃ強い宇治川の戦いという戦いがありまして敗れて落ち延びる義仲に従って最後の7期5期しかもう残っていないというふうな状態になりまして。 義仲はね「巴お主は女だだからどこにでも逃れていけ」。との間どうなさるのでございます俺はここまで来たら討ち死にする効果あるまい。じゃがの最後に女を連れて死んだと言われるのはよろしくない文門の恥じゃだからお前は先に落ち延びよ。これねちょっと説明が必要なんですけども。 お前は女だからどこにでも逃げていけ俺は討ち死にする覚悟だ最後に俺が女連れで死んだとは言われたくないって言ってるでしょこれわざと憎まれ口言ってるわけですよそうでも言わなければ友は俺の元を離れていかないだろうあなたずっと一緒でございますうんずっと一緒だ死ぬ時も一緒だって今まで使い合ってきたじゃないのでもそうは言っても自分はもう死ぬのは分かってる。 最後に,誘拐に戦っってて死んでやろうと思ってるだけども巴まで死んでしまうのはあまりにもかわいそうだってそう思うからだからあえて憎まれ口叩いてるわけです俺が死ぬ時に最後に女連れだったなんて言われたがねえんだお前は帰れ帰れこう言ってるわけですこれ平家物語の通りなんですがこの時に巴御前が言った言葉分かりましたならば最後の戦をして見せて立て祭ら現代風に言うとね わかりました。それでは、最後のご方向でございますと言って。向こうに見えている敵、この敵というのが。怪力、力自慢と評判の敵将の。恩田八郎、諸げって言うんですかね。恩田八郎というね、敵。怪力自慢なんです。狭い世間ですからね。誰がやってきたかって、すぐわかるわけですよ。まあ、言ってみれば、プロレスラーみたいな。図体のでかい。もう巨漢が、こう、馬に乗って、へえ。待ってー。へえって言って、向こうからやってくる。 その様子を見てね、モ御ゴゼがわかりましたでは最後のご方向でございますごめんと言って女性ですよ美人さんですよ鎧が着てるんですよ鎧を着て大投げだとは持ってるんですけども向こうからやってくるプロレスラーみたいなこんなでっかいやつのところにではごめんと言って馬にピシッと虫を当てるとそのプロレスラーに向かってザーッとかけていくんですそして相手の馬がプロレスラーみたいな巨漢が乗っかった 馬がパカ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 ,パカとやってくるこちらの方から友江御前がパカパカッパカッとかけていくこの向こうからやってくるその馬にいきなり友江御前が馬の奥からバーンと跳ねたかと思うとこの相手の御田八郎の元に組みついてそのまま馬からズドンと引きずり落とすんですそしてその落ち様怒っ,ってそこから起き上がって戦うということになったら巨漢の男に対して友江御前かなわないでしょ 友江御前は敵の温田八郎を馬からトーンと組みついて馬から落としがてらそのままの状態で敵の兜をぐっと跳ね上げたと思うや否や手にした刀でその温田八郎の首をズバンッと切り落とすこれが最後のご報告だった温田八郎に従っていた七八鬼のやっぱり武者がいたわけですあまりのその壮絶さあまりの友江御前の強さに 恐れをななしててみんな去っていく木曽義仲はこの巴御前が戦ってるのを見届けて「巴すまぬ!」と言いながら馬をかけて落ちのいていく。恩田八郎の首を切った巴御前誰もいなくなった敵も去っていった愛する義仲も去っていったたった一人取り残された巴御前血で赤く染まった敵の遺体と首の前でしばらく座って。 涙で袖を濡らしたことでしょうその後友江御前はその場で着ていた鎧を全部脱ぎ捨てるんですそして中に着ている着物姿になった友江御前たった一人でそのまま東国の方に落ち延びていったと言われていますその後友江御前がどのようになっていったのか果たして生きていたのかそのままお亡くなりになってしまったのか誰も知らない 歴史の中からは突然と消え去っていますけれども日本の歴史の中に愛する夫のために愛する夫の気持ちを組んで義仲様が私を生かそうと思ってあえて意図して憎まれ口を聞いてるんだお前と一緒に死ぬわけにいかねえんだと言ってるんだとその気持ちを察してそこまで言ってくれるという義朝の思いを信じて。 最後のご奉公として自分の持っていたあらゆる技術を一瞬の中に凝縮をして敵の首をはねそしてそのまま黙って歴史の中に消えていったこの巴御前の名前は未来永劫を語り継がれていくものであろうと思います。というよりもねそういう女性がね日本の歴史の中にいたっていうことをやっぱり我々ね語り継いでいかなくちゃいけないって思いませんそうやって 誰かが誰かにちょっと話をする、ちょっとしゃべる、それがね一群を照らすってことなんですよ。そうやって一群を照らす人が、一人が二人になり、二人が四人になり、四人が八人になり、八人が十六人になり、十六人が三十二人になり、三十二人が六十四人になりってどん,どん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 増えていったときに必ず日本は変わっていくんだと思います。日本をかっこよく結び大学でございました。